もローレン誘った後に気づいたよな。あれこいつと3回連続じゃねえエイペックス。ずっとだよ。エイペックスに関してはってボドカボドカボドカだもんなって。え、じゃあ19、20ってこと？でも2位があるよ。2位が。河川がいなかった時は2位やったで。2位残ったっけ？あったあった。あの、ローレン、俺、ジャスで出た時。あれ2位やったっけ？あれ2位やった。マジかよ。じゃあさっさとスクリーム終わらせて。ガイズと。ガイズと。はい？やらんとか言ってなかった？まあ、あのゲーム嫌いか好きだ。まあ、でもちなみに、俺、めっちゃ、あれからもまあまあやってるから、俺、フォールガイズ。おー、キャリーできる。え、普通に、なんか耐久みたいにはなんないよ。なんか本当に多分パッてやって、あ、パッて終わる。だから、みたいになっちゃうから、本当ごめん、おもんないわ。おもんなくなっちゃう。まあでも、チーム戦やで。お前が行くたら分かろうが。何しようか、チーム戦やで。頼む、コリソニーほんま頼む。いや、今、コリソニーほんま頼む。一回言ってくれ。俺もちょっとガイズダウンロードしよう。なんでないのガイズが、そもそも。あの新しい PC に変えたい。大丈夫、エラー出ない。ヒカキンさん待たせないこれ。いや、まあまあまあ、待たせたら待たせたでいいっしょ。ヒカキンさんは待ってくれるよ。え、ヒカキンさんいるの？いや、前、フォールガイズダウンロードして、エラー出てヒカキンさん待たせよう。ヒカキンさんに場を繋がせた男。まあ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 、ヒカキンさんは結構繋いでくれたよ。結構頑張ってくれた？ああ、それで1回戦落ちです。おい、チーム名で意気込み出さなあかんらしいぞ。チーム名なんか、なんで出さなあかんねん。もう決まってるやん。決まってるやろ。えぐめの拷問器具。えぐめの拷問器具ガチでいくの名前だいぶ終わってる。意気込みどうしようか。クラウン取りますにしようか、うん、あ、いいね。あ、いいね。そうするか。いいね。まんちゃんまたね、ハイパフォーマンスサーバーがいたずらすれば、うん、オールガイズカップになって、そしたらマジであると思う、一気に。じゃん。いや、マジで。で絶対負けねえよ。最後の CR カップ、それだったらもう終わりやって。外事で終了。いや、俺チームになったことほぼないぞ。そういえばそうだわ。え、そうやね。河川チームだったわ、前。え、そうだって、俺、おじいちからボドシャン誰と出るとか言って、俺がいつも聞かれて、俺がメンバー集めるの、俺のあれじゃないからな。CR カップ終わってます。同節でリーダー決めてる。この大会、終わってる、マジで。クソが。サムってどうやって入るんだっけ？でも俺らって実は理想構成なんじゃないの確か。このパッド2のキーマウイチって理想なんでしょでもキャラピック終わってるで。いやだから。ね、ね、キャラピック変えればいい。変えればいい。変えればいいか、それ。お前さ。固定なんじゃ、縛りやん。前結局何使ったっけヒューズやって。ローバヒューズ。クリプトバカ弱い。弱すぎ。誰が勝てんねん。なんかで、ね、な、クリプトの俺と使ったら500ダムぐらい入ったやつな。そう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 。500ダム。懐かしい。ゲラゲラ笑いながらやってて、あの3階の建物でガチ切れしてた。あさり爆速でやったやつか。そうそうそう。そうそうそう。みんな空飛んでくねん、俺ら以外。いや、ランドマークよ。え、ね、くじ引き？いや、じゃあもう、ね、取り合いらしいよ。とりあえず、3日間で？ああ、ま、とりあえずリスナーの殴り合い始まるよ、また。ああ、やば。だから、リスナーの殴り合いに勝てそうなとこ行こうぜ。視聴者数で殴る。視聴者数で。終わってるわ。気弱そうなとこ狙う。みんな良さそうなとこ行こう。みんな良さそうなとこ行こう。こうあれるし、ちょっとランドマーク変えるかってなるとこ行こう。ジャス、いやいや、ダルマさん、クズハさんとか、僕、基本的にこれもちょっと余計か。いや、そこ殴った方がいいでしょ。いや、そこは殴れるでしょ。そこ殴れる？殴った方が殴れるでしょ。殴れるんだ。むしろ。殴った方が向こう喜ぶ。横折れたら、もうなんか、すりつけていった方がいい。そこすりつけて、初動の殴り合いした方がいい。なんか、ここに殴ったら、あれ、そのチームねえかな。平成ジャンプレオ。あれに行ってんのか。平成ジャンプレオ。確かに。めちゃめちゃ見んでよさそうだけどね、でも。いやいやいや。まあしょうがないかって。まあしょうがないって。いや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 。
ちょっとみんなガチの強ポドコ。ラバサイフォン。いや、もうラバ、いっちゃまずい。いけんのか、ラバサイフォンいっちゃまずい。ラバサイフォン。ラバサイフォン。一番まずい。ブラインドピックじゃないよね、これ。ロールのノーマルみたいになってる。ミッド、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 ロールのノーマルみたいになってるぞ。ミッド、ジャンクトップ。ああ、サポートやるな、なんか。このままやったら、スカイフック、スカイフック、ラバサイフォン、カルク、ああ、強いかな。ああ、フィル。あ、ランド、ランドスライド行かなか。Can I meet Sori? I will carry. OK, トロール。トロール、オア、ミッド。うわ、中継、クズハとシバハルが初動ファイトするから、ギョフって殺しに行こうぜ。おめえらのエイム練習なんか無駄なんだよ。無駄なんだよ。おい、こっちにはエイムアシストがあるからな。始まった。簡単だよな。え、河川何がいいん？あいつ、玉転がすやつ。バットマンいいやん。お前さ、兄弟みたいな、親子みたいな。もう終わった、バットマンいいやん。おい、それラスが縛りプレイの時に使うやつやるね。おらぁ、ふざけんなよ。もうネタ、あ、終わった。マジ、いや、俺マジで強い。やべ、いや、俺マジで強い。乗れんかった。マジで、いっちゃんパフォーマンスで、マットマギーがガチだったらヒューズだっただろ、絶対これ。いや、ヒューズ弱い。いや、飽きた、いや、弱い。だからさ、お前の構成なんで全部攻めに行くやつだ。いや、俺さ、やりに行こう、やりに行こう。いや、倒しに行く。逆にファイトして、ファイトしよう。ちょっと俺これやったらガスじゃないな、視野にしようかな。これだったらって何、窓マギでそのまま行くみたいになってんのこれ。だからネタだよね、ネタだよね。なんでやれねえんだよ。やるに決まってんだろ、マットマギ。ネタでしょ。おめえよ、ネタで前回ヒューズで変えなかったんだから。思い出せよ、俺らが構成を変えてやったこと。待って、おい、フリーやん。ドフリーだ。おい、大成功。よっしゃよっしゃ。おい、センチュリー禁止やるの拾うなよ。え、そうなの？センチュリー禁止やで。なんで？あ、なんか今ね、無限チャージバグあるらしい。やろうぜ。やろうぜ、やめろ。やろうぜ、無限チャージバグ。無敵の人やん、もう。知らんやつが悪い。マギーの強み教えて、ごめん、戦う前に。圧倒的パワー。圧倒的パワー。ガチガチガチ。圧倒的なパワー。もう火力。そう、あと、あの、ジブラルタルのドームに投げたら、ジブラルタルのドーム破壊できんねんな。最強や。強すぎでしょ。じゃあ勝ったやん、ガチで。おう、言ったやん。大会もらいましたって。ってウェルプ、ウェルプ。俺がトロールしたと思ってる。いや、いや、本当にやめんだけど。詰まりすぎだろ。思想だよ。思想だよ。思想前回あるくない？もう、ヒューズっていう。何、何、何？いや、でもね、みんな思い出してほしい。俺が、いや、ヒューズやれってヒューズやったんじゃないよ。誰？いやいや、じゃあ一発スクリームでヒューズやったら、うっ、よくねって言って。そのままヒューズになったんだ。味しめ出した？じゃあ俺らスクリームのセンス良くてヒューズ使った時の一回目な、一回目やってほんま全然ダメだった。なんかスクリームで右肩下がりに戦績がなった時に何回かやめるタイミングあったんだけどね。ああ確かにそれはあった、ね、ああそれでも初日の栄光に座って、いや絶対にこれでうまくいくはずって成功体験が、成功体験が俺らをおかしくさせた。実際嫌がらせしてただけなんだよな、他のチームの、うん、そうだよな。ただ周りのチームが不快だっただけだった。これ俺マットマギー知らないからね。これ普通なの、マットマギーの。お前らなんか撃たれてね。マジで。おい、俺食らったってお前。やる。やるすぎガチで。あ、見てこようかな、アンチ。気をつけてな、周り。そういうのいる？俺らってそのアンチ見てなんか次どこ入るみたいな、なんかそういうのいる？そういうのどういうこと？なんかそのマジガチ感、真面目にやるかどうか聞いてんの今。お前せっかく CR カップ呼んでもらったのに真面目にやらない。マジで他に出たい人もいっぱいいるのに。マットマギーマギか、ごめんごめん。 CR カップよっしゃ、じゃあ最終回出るか言うたら味方マットマギーマジか。それで言ったら、いやまだまだ言っとけよ、マジで覚えとけよそのセリフ。感謝する日が来る。破壊し終わった後におマギいいね言ってくるマジで。破壊神話聞いてこれる。よし、かせそこにマットマギのウルトぶっこめ。おれー、ね、ぶっ飛んだぞ。よしよしよし、後ろ行くぞ、後ろ行くぞ。これ壊して。
終わってる当てる当てる当てる。ホライズン当てる。うわ、ベスパーこれ。うわ、ごめん、こっちからも撃たれた。そっち2人いる、2人はいる。2やり？いや、ごめん、河川、ここ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 。あ、マジか。惜しい、2やりは？2やり強っ。2やり強くね？これあれじゃない、真面目に構成考える時間じゃない？もう、この時間は。パッドがホライズン使って、キーマウがバンガマギー使うらしいぞ。マギーよ、だから嘘やん。マギーで一気に嘘になってるわ。その話が。バンガシアマギーって言ってるよ。だからそれちょけてるんやって。割とマジ、TSM は世界大会でマギー使ってる。割とガチだぞ。ほら。いねえやん、だって今。まあ、早く偏見をさ、取り除かないと。偏見じゃねえ。偏見じゃない。ノーさ、傾向、傾向と対策。傾向の TSM がマギーだって。おい、このスクリーム見てさ、死んでから他のやつの視点でさ、このマップ見てるときにボールは1回でも飛んだか。だから俺らが感染させていくんやろ。え、ごめん、河川さんリスナーマジで河川さんが勝ってるとこ見たくないんか。いや、負けるってやめてくんない。いや、マジでだって。え、ちなみに CR はバンガーシアバルキリ。え、やばくね。エイペックスって今キャラはどうでもいいの？嘘つくなよ。キャラを好きに選んだ方がいい。一人も使ってねえじゃねえか。割とガチだぞとか言って、割とマジなんだがとか言って。一人もいないんだ。全然マジじゃねえ。え、バンガー何が強いのこれ。あと、エイムアシストが消える。だから、チーキーに打って、チーキーのエイムアシストを消した状態で、ローレンが芝く。なるほどな。もくってエイムアシスト消えるの？アンチパッド。消える。バンガローラー実質マギーだぞって言ってから、ここマギーでもいいんじゃない？だからさ、いや、マギーにスモークはないよ。アホなリスナー。実質マギーってどういうこと？どこが実質マギーなのかマジで教えてくれ。足かすってもないだろ。足早くなるウルトとパッシブ一緒だろこれ。じゃあバンガは誰がやんの？俺だよ。いや、エペの木はマジでうまい。え、見たことないよ、使ってるとこ。ちなみに見たことないマジで。いや、俺バンガロールめっちゃ使ってないよ。使ってないんだよ。ないんかよ。流れるようにやめろ。使ってないんだよ。流れるような使ってない。いやでもソロでは使ってたよ。ガンガン。こんなとこで体力使ってる暇ないんよな、うん、俺ら。別にあるでしょ、別に。俺らこの寝ればいいよ。こんなところで体力使ってる場合じゃないね。こんなとこ。俺らは。え、じゃあ抜いていい？ここは。ちょっと流していい？じゃあ。流しで。ここ流しで。逆抜いてなかったの？お前たち真面目にやってた感じ？テテレンテレンテ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 レンテレンテ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 レンテレンテ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 ンなんで笑ってる？怪しすぎ今の言い方。いや、ガチなんだが。マジでキルついてんだろうな、ちゃんと。え、俺、ガチでやってた。バレるからな、やってなかったら。ちょっと見ようか。おお、お前よりやってるやん。お前31キロって出てきてたぞ。何がソロの時はやってるぞやん。ふざけんなよ。アカウントが違うから。アカウントが。アカウントがね。もうコーチめんどくさくて誰にも声かけてねえわ。ええやろ。いや。まあ俺らはコーチなしじゃない、なんつなしな感じじゃない、やっぱ、まあ、だって巻き添えにするの悪くない、これ終わった後のあれ。何をな、楽しくないんやったらやめるけど。いや、顔真っ青になってたで。自分嫌なことじゃないとか言って。だからフォールガイズの色で顔が青かっただけやって。あれ、マッチング中の。そう、マッチング中の色やった。俺はいつでもフォールガイズ見据えてたから。お前と一緒にするな、カス。まあこれ、ごめんごめんごめん、離れてるし。ごめんごめん、これ外入りにしよう。いっぱい作ってから行こうぜ。なんで見てないこれ。あ、俺か。俺も見れるんやった。忘れてた。降りたらすぐやろ。うるせえな。降りたらすぐってお前が言っとったやろ、最初に。指示中が。指示待ち人間がよ。指示中が。指示待ち人間が。オッケーオッケー。俺の置いてた紫覚悟が誰かにパクられたんだが。俺ではない、確実に。確実に。何それ、何それ怪しいな。何の人が言ってる。なんか怪しいやついるな。紫かぐまが何それとはならないもんだって。インポスター見つけたぞ。こいつつろうぜ。こいつつろうぜ。ヘビーかぐまが1でも欲しい。俺ヘビーかく、俺も欲しいよな。俺3あるよ。
黙れお前。あいつ俺のや。俺のやつさ。ここいる。あ、当てていけ。あと。もう行こう行こう行こう、これ割ってる。あー、やっべ。54、54。あ、ナイスナイス。ウルトラ行くよ。こっちが行くよ。オッケー、左側行く、了解。うわ、ごめん。やべ、それ、ウルト。うわ、割ったけど。ぶっ飛ばしたい。逃げていい、逃げていい。ナイスモーク、ナイスモーク、ナイスモーク、ナイスモーク。ナイスモーク、ナイスモーク。あー、これ、河川のウルト入れてもよかったな。後ろ来てる、後ろ来てる、それ。次ね。これ、無理すぎない。マジでやばい。体動かせねえ。ねえ、これ、無理すぎない。マギーだったら。マギーだったらドーンっていけないよ、みんなで。ガーンこれです。このマック、マック食べるか。マック今から、ビタミン。なんかさっき、ポテトあるから、ポテト持ってこよう。しなしなのポテトの方が好き派、もしかして。しなしな全然いけちゃう。わざわざその言うために戻ってきたの。ハハ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 ハ彼女にいつも注文してもらってる。隣から俺が喋って彼女に。あの抹茶のでかいやつくれ。そう、あの抹茶のでかいやつ。じゃあ何々で、いい何々いる、いらん、いらないです。何々いる、ストローどうする、ストロー紙、いや、ストロー、ストプラスチックでお願いします。だいぶ柔らかくしてくれてるやん。だいぶ柔らかく伝えてくれてるやん。まま俺さ。服屋の店員と昔喋れなかったんやけどさ、うん、なんでなんやろうな、なんか普通に喋んのが好きじゃなかったんや、服屋の店員と。今は全然喋れんねんけど、俺が服見てるときにさ、一緒にこれいつでもお出しできますんで、うん、みたいな感じのことを言ってくるやん、で言われて、俺彼女にいらんって言ったんやけどさ、その店員さんに自分に言われてると思ってさ、あとか言ってそのまま後ずさりしてどっか消えてってさ。それはなるだろ、かわいそう。かわいそうやった、マジで。これさ、ちょっと構成さ、俺ら得意なやつに変え何やって、なんかやって勝てんのこれ。得意なやつってもうそれ一つになっちゃうけど大丈夫。いや、得意なやつっつうか、俺さっきのローレンの視野も見てたんやけど、終わってんねんな。なんでまず敵にバレてなくて後ろ取れてんのにいきなり Q 入れる意味はマジでわからへん。ねえ、わかったっつってさ、視野の見せどうだこうだじゃないじゃない。視野の Q は敵の回復を阻害するのに使うからね。わかったわかったわかったって。今の構成でやるんやったらちゃんと練習しないと、さすがにちょっと本番まで仕上げられへんよ。うん、でも練習する時間ないじゃん俺ら。ない、もうパンパンだよ予定。うん。ねえ、ガイズ入ってるからね。うん、ロールガイズ入ってるからね。ロールガイズ。ロールガイズ。ロングガイズじゃなくて、ロールガイズ。ロールガイズが。リーグオブレジェンド入ってモデルやん。リーグオブレジェンド入ってるやん。ボードカノンさ、動画見たろ、うん、俺。シマルカップの動画。ああ、ね、普通にロールやりたいねんな、とか。何それ、そんなん言ったっけ俺。言ってたやろお前。いや捏造やめてもらっていいですか。言ってたやろ。なんか普通に練習したいねんな、ロールとかやって。あいつフラッシュ出たかなみたいな言ってたやろお前。フラッシュあるでしょ。ローレフラッシュ出たかなとか言って。いや、なんかバルガスなんかが丸い気がするな。ジブガスバル。ジブ、お前ジブ使えるん。ガス使える。待って、俺ガス使いたい。俺ガス一番得意やねんて。あ、ローレンでもジム使えるよ。は？使えねえって。やだやだ、ジムなんてめっちゃ怒られるんだから。みんなキーマウって、ジムってキーマウかパッドどっちがいい？キーマウかパッド。キーマウかパッドどっちがいい？絶対キーマウって言うやん、もうこの流れは。キーマウ、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 よく分かってんな。キーマウ、キーマウ。流れがよく分かってんな。なんかブラヒュー、バンガ、あ、くそ、バンガヒューズマギーは。あの、マギーのボールと一緒にグレネードまで飛んでくるっていう。いや、グレネードのせいでヒューズが入れない。
あるか。なさそうやけどな。こんなふざけたチームに火力取られてんの、マジで他のランドマーク争いしてるやつかわいそうやな。いや、俺は一流強いし、この構成。移動の速さ上げてファイトしね。ああ、なしやな。アーミーの口調じゃない、今のは。ああ、なんだって。毎回負けたチームの構成に変える縛りしてくれ。おやぎコピーキャット縛り。もう過去の動画のネタやんそれ、おやぎ縛り。あー、燃しちゃった。何やってんのね。もうエグい、もうエグいわ。マットマギやばすぎるやろマジで。おいマジでエグいってやってること。そんなカリカリすんなよ。楽しくやろうよ。楽しくやるために最低限の構成しようよ。お前これでいい結果出たら謝れよ。謝るよ、それは謝る。どうやったらいい結果出んねこれ。はよ行こうぜ。おいローレン、はよ戻ってこいお前。やくやく笑い方きしょ。行こう行こう行こうよ。猿やめてよ。ここ入るよ。あ、なんかいるわ。いるわ。これ俺の上にいる。どうすんのこれ。ファイト？待って、ウルト打つよ。それやった、やった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 。マジ？来て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 、 うわシアのウルト来てる。なかなかなか、ここここここ。俺ヘルスやばい、俺ヘルスやばい、俺ヘルスやばい。一人割れた、俺巻かないとやばいわ。待て。こいつ隠し入れて。死ぬ。今だね。マジで。それじゃあ引きます。じゃあローレンに答えてもらうか。はい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 。じゃあ引きます。始まってるやん。リコーダーの話。ねえだろ。リコーダーの話。リコーダーと関わったことない俺人生で。え？え？え？中学ないよ。リコーダー吹いたことない。小学校とかで。夜学校行ってない。次行きます。スラム育ちなんで。はい。難しい話。学校行ってないのか。難しい話？最近なんか難しかったことありますか？PR カップで構成決まんねえ。難しすぎて決めようとしても絶対マギーが頭にちらつくんだよ。あの顔が。じゃあやっぱ無理か。犬の話。これはだってボードでしょ。だから俺はもう最近買いましたよ犬を。おお、どう。おお、サモエドっていう犬を。え、マジで可愛い。サモエド生きる目標見つかったもんな。そのレベル。うん、そのレベル。へえ。犬オフ会とかもあるしな。犬オフ会。同じ犬種同士のオフ会。は？ああ、同じ犬いっぱいいるってこと？そう、同じ犬めっちゃおる。へえ。ちょっとそれも行こうかなと思って。犬オフ会。犬オフ会。犬オフ会行こうかなって。犬オフにボドカ参戦。喋れんやろ、初対面の人と。どういうこと？いい店員さん、でしボドカ。ああ、俺が。言うんですか。そう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 。あ、ボドカ、ボドカです。いや。あ、ボドカちゃんって言うんだって。あ、僕の名前です。え？とか言って。え？それか、彼女に、名前なんて言うんですか？あ、アム、アム。アムって言います。通訳やめて。通訳。全部彼女通さないと。ちょっと、漏れそうや。そのレベル？ 10 分休憩。なんかねえかな。なんでロール動画見とんねん、一人。何が？何がじゃねえよ。何がお前らゴッフィー、ゴッフィーやったの偉そうに指図してくんな。指示中。俺らは時間潰すためだもん。ボドカは普通に市場だよ。ロール動画は。いやいやいや、やりたがってるやんけ。時間潰すためやって。10分休憩とかいるやん。パイのクラッシュ級の練習ばっかしやがってよ、配信で。見てんのかよ。クラッシュ級の練習しかしてね。いや、クラッシュ級の練習してんの最後の方やって。王族のチンパンジーはマジでおもろい。いや、王族のチンパンジーはちょっとなぁ、マジでなぁ。王族のペットのチンパンジーがロールしてるって。マジでおもろい。金ありすぎて。もうチンパンジーにピジ買ってる。ロールプレイさせて。プレイさせて。そいつらがアイアン隊にいて、俺チンパンジーと同じレート隊でやってんね、今。最悪や。ユージーさんの配信見た？ああ、見たよ。あの、あれやろ。
裁判マジでやばいな。あんないるんだな、うん、何が？え、なんかサゲランみたいな、うん、ああ。ウォルターとかスナイプするためになんかランク下げたアカウントみたいな。あ、まあ、そうやね、やばいやばい。アイアンとかブロンズの配信者まとめリストがあるらしいぞ。そう、スプレッドシートみたいのがあって、こいつは今どこどこにいるみたいな。で、ブロンズ卒業できたら、あ、ブロンズより上に上がってシルバーになったら卒業らしい、そこのリストから。もう川島さんやん、それ。あ、そうや、ね、なんか俺。リーグオブ川島やん、それ。だからその川島さんのとこに来てたやつが、俺のとこに来てて、そこに来てるスナイプが俺の対面で4人おったよ。やば。やばい。ガチャサリ。そろそろ真面目にやらないと、なんかリスナーが急に切り始めてくる頃合いから、ちょっと真面目にやるか、そろそろ。切れることある？切れることは？まだ切れるやついるの？いや、もしかしたら、もしかしたら。もしかしたら。リスナー残ってるやん。いや、もしかしたらね。もう俺のリスナーも諦めてマギーしかやってねえよ、もう。それならもうマギーでよくねって。一番いい思い出はマギーじゃないみたいなやつしかいねえよ。バック欲しいっす。おい。お母さん、あれくれへんで、ディスコ。あー、置いてきちゃった。おい、ふざけんなよ。いや、武器変えた時に落ちちゃった。おい、マジかよ。そうだ、俺タネタ捨てた時に落ちちまった。シナジーエグいのに。120120、詰めよ詰めよ詰めよ。カセもあるよこれ。俺も巻いてる、俺も巻いてる。やった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 。これ地域や。ナイスナイス。やっぱそうか、めっちゃ出たわ。ロロロロ、ブラハロ、ブラハロ、ブラハやって、ブラハやって。それロロ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 ロ、ガチロ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 、ナイスナイス。イエーイ。いや、当て感やばかったわ、マジで。大丈夫、俺が芝居といた。ナイスナイスナイス。おいはい、ナイス。うまー、うますぎー。ありがとうね。チーキー君、ありがとうね。チーキー、ありがとう。しかも俺とほぼ同じ装備じゃないか。実質俺の勝ち。やめとく。よし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 。バッテバッテ。やばい、モーンが来た。えー、いやー、チーキーさんめっちゃ強かったな。うわ、本当に強かった。もう赤アーマーだったし、本当危ないな。全く油断しなくてよかった。油断してたら本当にすぐやられてたわ。危ない危ない。ついてたな俺ら。マジ運だわ。運で勝った。運で勝った。よかった。運だけは持ってた。始まったばっかで今年の運全部使ってもた。スクリームで全部出た今年の運。今年の運全部使わんと勝てる相手じゃなかったもんだって。よかったよかった。ん？あ、これやばい、これやばい、これやばい。ちょっと待って。ここの区、ここ入る、ここ入る。オッケー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 。どこね。了解了解。入る。入れる。やっぶね、マジで。大丈夫大丈夫大丈夫。うっ。ちょっと待って、頑張って中入るわ。来てる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 。ガン詰め、ガン詰め、これ。つけ入れてから。は？ごめん、わかんねえ。あ、下がってた、こっち。こっち映らない。オッケー。多分こっち側上がってったんちゃうかな。ごめん、ローリン。言うの遅れたわ。いいよ、いいよ、いいよ。一旦ね。スキャンしていいよ、これ。スキャンしていいよ。あれ、中いなくね、これ。うん、上いないわ。あ、詰めてるわ。ぐちゃぐちゃにしよう。ちょっと待ってな。ぐちゃぐちゃにするわ。おるぜ。おいおいおい、これカットしたいね。もうあいつら来るよ、あいつら来るよ。めっちゃ割れてるわ。もう来るしかない、来るしかない、あいつら。はい、ワンダウン、ワンダウン。おい、ゼロダウン、全ダウン。あ、待って、目の前いるわ。右のやつらは来てるよね。やべ、死んだ。おー、ごめん。カセさん、まずい、カセ。カセ、カセ、まずい、逃げろ。カセ、逃げてくれ。何やってんだよ。ウルトラ、カセ、逃げろ、逃げろ。やめてくれ。はい、もう耐えるしかない。お祈りお祈りお祈り。あ、はあ。こういう時間引いていかないと。俺はさっきも結構答えでも河川さんからじゃないこれ。おにぎりの具の話。うわ、めっちゃ楽。なんて、おにぎりのグロい話。おにぎりのグロい。おにぎりにグロい話なんてないやろ。おにぎりのグロい話ある。ない。おにぎりの具の話ね。おにぎりの具。いや、なんか結構
おお、年取るにつれて邪道やと思ってたおにぎり食べてみたら結構うまい説あんねんな。例えば？だからなんかコンビニに売ってるさ、ハムなんとかベーコンなんとかとかさあるやん。あ、なんかあれな。そう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 、ああいうの違うやつな、うん、あそう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 、茶色いやつ、茶色いやつ、ね、意外といけるんよな。へえ。でも寿司とかだと逆じゃない？なんかそのハンバーグ寿司とかさ、幼い頃食うけど大人になって食わなくなるみたいな。ずーっと食ったことねえよ俺。そうないの、ハンバーグ寿司ない、全く食う気もない。めちゃめちゃうまい。あ、うまいんや、あれ。めちゃめちゃうまいよ、普通に。ハンバーグ寿司多分飲食、そのみんなでなんか、じゃあ飯どうするってなって、寿司屋行くってなった時に、魚食えない人が食うみたいな感じもあるんだよ。ちょっとハンバーグ食ってんの、そいつ。そう。魚食えんから、じゃあ、そいつ。付き合いじゃない、だから。助かってますってやついるもん。その、ハンバーグで。ああ、そうするだろうね。そう、命があった。そう、接待でさ、寿司屋連れてかれてさ、でも接待だからさ、ハンバーグ食ってる時にさ、なんでハンバーグ食ってんのって言われてさ、いや、寿司嫌いなんですよね、と言えなくない？接待で回転寿司いかんやろ、まず。だからもう、言うしかないやん。もうハンバーグうまい顔してくれなきゃいけないやん。いや、違って、違って、接待でまず、いかんやん。選ばない。いかないって、まず。いや、接待でくら寿司あんま聞いたことない。先方に回転寿司。助かってるやつがいるんだって。違うって、それは友達とのなんか交流ででしょその場の雰囲気をしらけさせないために行ってってことやろ。絶対に助かってるわけなんだ。おらんやろ。いねえだろ。予算ないんだって。先方が回転寿司に行きたいというので、ハンバーグ寿司から助かりました。いる？回転寿司結構行ってねえな。1年2年行ってないな。いやなんか北海道にうまい回転寿司があるらしくて行きてんだよな。トリトンやろ。北海道なんかレベル違うんでしょ、だからチェーン店でも。トリトン行ったことないから行きてんだよな。俺もトリトン行きてえな、うん、トリトンって別に北海道だけじゃないんでしょ。なんか池袋かどっかにもあったはず、うん、けどその東京のトリトン、東京じゃない、あ、その北海道だからうまいんでしょ、めちゃめちゃ。そうすぎて東京のトリトン微妙ってこと？え、まあ、つまり裏を返すとローレン、俺は行ったことないね、俺は行ったことないね。北海道がうまい、下げてんじゃなくて上げてる。北海道東京下げてるわけじゃなくて北海道を上げてるんで。北海道上げ北海道上げ北海道上げてるまあでも確かに北海道の方がな、絶対安く新鮮なのをネタ乗せれるから、多分北海道の方がうまいよ。いや刺身居酒屋とかで頼んでもさ、北海道で厚みが違うもん。あー確かに。で東京はガチで薄い、てかなんならそんなうまくないし。俺殴り返せると思うなよいやマジで大衆居酒屋行って東京はだって、まあ、それ地方、地方行くやん、だから福岡とかさ北海道とか行くやん。スターやめろ一回、スター状態やめろ。いや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 、東京は金払ったらうまい飯が食える、まあ、でも安い金を払ったらそれなりのやつしか食えない。東京はそういう街やからしゃあない、うん、それはそうなんだ。それが嫌やったら地元帰れ誰に言ってんの誰に言ってんの批判してくるであろうリスナー誰批判、批判してくるであろう、批判予知、批判予知、批判に対抗しておくそしたら後に何も言われずに済むか。まあでもみんなで旅行とか行きたいけどな、もうご飯食べるだけみたいな。おお、なんか変わったもん食いに来てえな。変わったもん、普段食えないというか食わないような。はあ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 、例えば何や、カエルとカエルとか。いやそういうゲテモノじゃなくてゲテモノじゃないちょうど料理うまいらしいけどね。カエルはなんか鶏肉に似てるとか言うから、恐竜、うん、恐竜？郷土なんとか郷土料理な、郷土料理。あ、郷土料理か、郷土料理。恐竜ってやばいやろ、カエルやで恐竜も沖縄か。いやでもな、飯食いに沖縄ちょっと違う気がするよ俺は。飯はやっぱ北、飯飯はやっぱ、飯はやっぱりちょっと待って、ね、いや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 、南っていや南の南も南で飯うまい南でもそのカオスが死ね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 、そう、どこにツボがあって今。いやいや、南でも南でもカオス弱者にしながら、いや飯うまいなって言ってる人いるやろ
いやだから南でも、いや南の飯はまずいって。いやだから南でも沖縄行ってよ。沖縄行ってもうまい飯もあるだろうけどさ、沖縄行くって言ったらやっぱこう南国気分味わいに行くというか、こう海とかでしょ。メインは。いやない。じゃない。ご飯ではなくない。でも北海道って言ったらさ飯来るやん。めっちゃ最初の方に。いや魚嫌いだったら終わりやん。飯。魚嫌いな人終わりやん。もう死ねマジで。通り過ぎ、ローレン南、メシマジでうざいわマジでうぜえやん普通にうぜえわいやでも、でも実際、俺沖縄旅行行ったけどメシは、メシはちょっと美味しいか美味しくないって言われると美味しくないよりではあってもうやばい、無敵やん。いや沖縄、いやいや、ほんまにほんまにいやなんか海ぶどうとかさなんかアグー豚やったっけとかあるやん。でもやっぱなんか北には負けるかな。いや違う違う違う、いやほんまに、これなんか批判してくるやつ沖縄行ったことないってまた予想してるやん。もうびっくりして実はもう批判してくる想像が止まんない。いや違う違う違う、沖縄はまずくはない、普通やね、普通沖縄ご飯普通やね。酒飲めるんやったらマジどこ行っても楽しいけどな、ぶっちゃけ。酒造とか酒造巡り、あ酒造巡りガチであり。もうおっさんや。いやだからマジの酒造巡りとか。お前酒造巡り回って楽しんでるやつ下にしてるよ今。酒造巡り酒造巡りおっさんすぎやろ。おい2対1やめろ、ボットレーン。なんで俺だけ相手ボットレーンなんだよ。なんで俺だけボットなんだよ、毎回。なんで毎回 2V1 なの。じゃあ引きます。だそれの次なんや。あ、これの次じゃないの。長かったな、長かったな。試合の話は置いといて。置いといて、とりあえず試合の話はちょっと。いや、サレンダーめっちゃ早いやん。なぞなぞの話。謎なぞ。謎なぞ。謎なぞは行くんや。謎なぞありますか。謎なぞ継続なんだ。謎なぞないか。ないないない。じゃあ行きます。車の話。あれって最低限。車の話。車、あ、車な。ああ、欲しい。車欲しいね。車欲しい派。俺、車欲しい、最近。車欲しい。全然わからん。普通に欲しいけどな、車。それは何目的で欲しいん、ローレンは。ドライブ普通に生活？車でも車上がってる人は知ってるよ俺。それだもう。別に配信しないよ俺それの。別に俺それの配信とか別にしないぞ。しないしないしない。ラブラブなんだけど結構。余ってるらしいよ。全然いい、配信しないから別に。でもあいつはもう一生いかんって言ってたよ。一生いかんって言ってた。一生？一生いかんって言ってた。マジ死んでも行きたくない。3000万かけた車で。もう乗る予定ないの？ない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 。3000万かけた車？そうだね。溶けた3000万。いやあれ3000万もかかってないと思うけどな。実は持ってる？おじじ。ちょっと持ってるか。おじじが持ってるかも。いろいろその他のやつも含めて応募を送り出すすべてのやつ含めて3000万やと思う。はいはいはい、車ではない。なるほどね。車だけの値段じゃない気がする。いやでもあの車はいらんな俺。いや誰がいるの？なんか試しなのかもしれないけど、うん、なんか、うん、でかいタクシー増えたよね。増えた明らかに。いやでもなんか大田区のプレミアムの良くないとこはな、狭い道行けないんでここで止まりますとか言われんねんでかすぎて車がでかすぎて飲み屋街に行くときとか椅子がさあ、うん、俺乗ったやつもうあの肘置き両方にあって、席が一個一個なんか映画館みたいになってたよ。あアルファードなってるなってるなってアルファード、うん、あと自動でな、わからんけど、あのウィーンっつってリクライニングになるし、俺膝掛けかけられたよ普通になってすげえ寒いで少子とか言って、どうするってこうするでしょ。後部座席からできて、一緒同じ CM 流れてるよ。そうゴータクシーのあの竹野内豊がずっと手上げてお釣り払い追い抜かしてる、ね、追い抜かし合うやつの追い抜かし合うやつあと、筋肉のやーっつって、牛乳一緒注いで、漏れてくれ。サンマの英単語クイズ。はい、めっちゃ。西端もあるけど、西端も。西端もあるな。西、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 
タクシー乗るやつにしか分からないやつ、うん、最近リピートして結構あるやつ、あれある意外とタクシー乗ってるやついるんだな。コメントでちゃんと CM が伝わってる。ああ、スカイシーク身内乗りじゃなくなってる。お、あ、俺んとこ誰もおらんて、お前ら終わってんなマジか、藤原竜也見てねえのかよみんな。タクシー乗った方がいいぞ。いや、実際タクシーはマジで乗らなくていい。今乗ったでしょ俺は。そこ画面オフや、ね、ならない方がいいよねタクシーって。あー、タクシーはマジで乗らない方がいい、うん、俺なんならもう出かけるとき一人じゃなかったり仕事じゃなかったりしたら俺あれやもん、電車で出かけてる最近。ねえ、駅ちょっと近くなったし、なんか電車楽しい。電車いいことあるよ。電車楽しいよ。絶対決まった時間に到着できるしな。確かに。あとな、早い。シンプルに。うん、ある程度距離離すとね、電車の方が早い。早い。全然早い。安いしな、何より。うん、安い。マジで安い。ビビる。やばい、タクシーとの差が。うん。タクシー当たり前になったらちょっとやばいね、確かに。俺だってタクシー浮いた金で、家のリビングにお花飾ってんもん。花束みたいなの買って。タクシーで1回、だから1回4000円ぐらいかかるやん、タクシーって使ったら。だからその分浮いた金で別のとこに使える。ああだからタクシー節約するのいいよ。ああ何が、ああやねお前、殺すぞえ、どういうこと、どういうこと。お花買えんねん。お花買えるって。え、どういうこと、どういうこと。俺なんで笑われてるの、ほんまに分からへん。いやいやいやちょっと似合わんだけで浮いた金でお花買えんねん。お花、いやマジでいいよ、お花、お花いいぞ。おつけんのえぐい。子どかが花にお花とか言って。いやこれはねしょうがない。なんかドス売ってるらしいよ、うん、もうハイレートのプレデター体とか。ガチドス。負けそうだったらドス打つとか。D ドス打つらしい。なんかあの負けたらラグくなって。なんか言ってたなそれ。そう。なんか前シーズン時からもうずっと横行してるけど全然対策されないらしい。半分以上やって。ドスってどうやって対策するんだ。おじじガチアンチ。おじじムカつくからドス打ったろ。でもおじじはいい暮らししてるよ。どんなに頑張ってもそんなドス打ってもおじじはすごくいい暮らししてるよ。多分そいつが思ってる5倍はいい暮らししてる。運転手雇ってるよ。うん。そうだよ。めちゃくちゃいい家住んでるよ。一人で。一人でこんなサイズいるのかってぐらい広い家に住んでる。バカでかい家で。バカでかい家で。ほんまに。家バカでかい。寂しいよ。マイクは机の上に置いてるよ。5人でリビング。ソファーに座っても寂しいって感じるぐらいおじじの家のリビングは広いよ。みんなでかすぎだろ。そこに猫と一緒に住んでるよ。おじじがチンパンジー買ってロールやらせてんの。おもずっかよ。フィクサーだった。あのなんかコピーがマジでおもろかったよな。パン君ふざけるのも大概にしときなさいよ出たそれみたいなやつその頃ロールやったやつ。ボーカー帽子をおいこれチンパンジーがロールやってるやろふざけんの大会にせよドンとか言う手があるよな、マジで思う。大丈夫、これ突っ込めよ、突っ込めよ、突っ込めよ、突っ込め、オッケー。これ敵の漫画。敵え、待って、こんな来てた、ごめん。俺自分のと、これいけない、これ知らんのるとできない、知らんのるといけない、これ。あ、うら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 、あ、後ろから来てるわ、ローレン。うわ、硬っ。いやごめん、俺これ自分番が浅すぎて自分の食らってるって思わんかった。はぁ、どこ、うわぁ、どんまい、これちょっと撃ってきてくれて、ちょっとマジエグい。じゃあ引きますか。ゴミ分別の話。ゴミ分別の話。分別の話。ゴミちゃんと分別してますか。うん、そうね。ペットボトルのラベルレスもっと流行らんかなと思ってます。あー、わかります。クソラクラベルレス。なんかコンビニとかはそんなめっちゃ売ってるわけじゃないけど、ネットとかはもうラベルレスをめっちゃ買うわ。ね。これ、前住んでた家で、うん、まあ、マンションで、ゴミ出してた時に、ゴミ出しの回収の、おじさんがいて、おじさんっておじいちゃんみたいな人がいて、年齢的に多分70、高いってないかぐらいの人がいて、はいはいはい、
その1個1なんかその俺の分別がちょっと間違ってて、あの1個だけなんかその缶が入っちゃってて、であこれ缶入ってるよみたいな言われて、うん、あすいません、うん、みたいな話からガチギレして、ちょっとあの分別ちょっと手伝ってよとか言われて、その同じ居住の人で分別しない人がいて、これ、うん、今めっちゃその俺がやんなきゃいけねえからよみたいな、分別ミスったらっていう話からなんかめっちゃ仲良くなって、まあ、めっちゃ仲良くなってっていうか、もうめちゃめちゃなんか信用してきて俺のこと、うん、でなんか昔話、今の奥さんとの馴れ初めからうんたらかんと、俺しかも俺めっちゃそうめっちゃ近いから、もう俺もう寝起きでダリって言って、もっとめっちゃ寒い格好できたの、もう肌着で、うん、でも寒い、めっちゃ寒いのになんかもう2、3時間ぐらいそこ話して、もうゴミ捨て場で。で、なんかそれから俺の家ピンポンしてくるようになった、そのおじいちゃん。たまに。嘘やろ。ガチやね。元気みたいな。家行っていい今度みたいな。毎週火曜と木曜ここで分別してるからとか言って。だるすぎん。ピンポンしてくる。寂しいんだろ、多分。俺絶対分別手伝わへんわ。手伝わないよ、俺も手伝うわくない。俺、すいません、ちょっと予定がこの後あるのですいませんってどっか行くわ。どこか俺コンビニ行ってついにコーヒーとタバコ買ってたから、その店の、優しい。何してるんですかっつって。お魅力高えな。それでだろうな、多分ピンポンしてくれになったの。あー、これでローレン側からちょっと距離詰めすぎたか。多分タバコなくなったか、タバコなくなったんじゃん。タバコ買ってほしい。終わりました。はい、終わりです。さてと、終わりますか。ん？ Apex は。わ。わか。勝つか。